栃木県議会は日本の地方議会、栃木県の議決機関である。栃木県宇都宮市花輪伝1丁目1番20号、現在の県議会議事堂は2007年春工。同年4月8日に実施された県議会議員選挙を受けて、同年5月17日に行われた臨時会から使用されている。1969年春行の栃木県議会旨庁舎は、 大高正人によって設計されたものだが、現在の県議会議事堂が使用され始めたことにより、解体された。2012年4月16日、都道府県議会で初の通年議会が開会。議会の通年化によって、年4回開会されていた定例会は、年1回となる。4年。ただし議会解散が実施されれば、任期満了前であっても、議員の任期は終了する。 2015年4月12日に実施された県議会議員選挙で当選した議員の任期は2015年4月30日から2019年4月29日までである。現在の議員定数は50である。1979年4月8日に実施された県議会議員選挙で定数が55とされて以降、長い間定数は55のままであった。しかし、 2003年4月13日に実施された県議会議員選挙で議員定数の不均衡を是正するため日光市選挙区と今市市選挙区が合区されて日光市、今市市選挙区とされたことにより想定数は54となるその後2005年1月から2006年3月にかけて県内で市町村合併が進んだことを受け2007年4月8日に実施された 県議会議員選挙では大規模な選挙区割変更が行われ、合わせて想定数は50とされた。中選挙区制と小選挙区制で選出。議会には事務局が置かれている。以下は2020年3月25日時点での開発構成である。2014年11月28日に渡辺義美が創設したみんなの党の回答により、みんなのクラブ所属議員は、 無所属での出馬を余儀なくされた。結果現職7名中4名が当選。しかし当選者間の政策の違い等で3つの会派に分裂することとなった。県政与党である自由民主党、公明党は勢力をほぼ維持。また民主党は改選前より議席を倍増させ、日本共産党が2011年、栃木県議会議員選挙で失った議席を回復させるなど、 旧民なの党と他党との明暗が分かれる結果となった。その後、第24回参議院議員通常選挙で自民党の上野道子再選に貢献した旧民なに所属した2名を含む1人会派に所属する3名が自民党に入党した。以下は2015年4月12日に実施された県議会議員選挙での選挙区である。2015年4月12日に実施された 県議会議員選挙で変更された選挙区は、栃木市岩船町選挙区と鹿沼市、西方町選挙区と下津賀郡北部選挙区である。岩船町が栃木市に編入されたことに伴い、栃木市岩船町選挙区は栃木市選挙区に解消。西方町が栃木市に編入されたことに伴い同地域は栃木市選挙区に編入された。方域が抜けた鹿沼市、 西方町選挙区は鹿沼市選挙区となった。下津賀群北部選挙区は美部町選挙区に名称変更となるが定数は1のまま変わらない。市民団体が2008年度分から毎年知事に対して会派に支給された政務活動費を返還請求するよう求める住民訴訟を起こしている。2015年6月24日。 宇都宮地方裁判所は2008年度に支給された政務調査費について違法な支出が含まれるとして4会派に計890万円の返還を求めるよう知事に命じる判決を出した。2017年6月29日、宇都宮地裁は2009年度分の政務調査費について違法な支出とした約2192万円を 当時の6会派に返還請求するように知事に命じる判決を出した。2009年6月3日の県議会の一般質問で都道府県の議会議事堂で喫煙所が最も多いのは栃木県であることが明らかになった。議会議事堂の喫煙所の数は栃木県の11カ所が最多で千葉県と香川県の6カ所がそれに続き前年の調査で全国で最多の31カ所だった。 三重県は5カ所に減少していた。2009年4月から県立学校で敷地内禁煙が実施され、同年7月からは県庁舎行政無の建物内禁煙が実施された。議会議事堂に11カ所ある喫煙所を6カ所に減らすことが決まったが、喫煙者の議員の抵抗によって建物内の全面禁煙は実現していない。2010年11月16日には、 栃木県医師会が知事と県議会議長に県庁をはじめ公共機関における敷地内完全禁煙並びに受動喫煙を防止するための条例制定に対する要望書を提出した。ありがとうございます。